テステステス。ちょっと動画の、本番撮影前に、ちょっとだけ飲んでね、景気をつけようかなと思います。こちら、ベルクさんの、本マグロの切り落としですね。と、冬物語。あ、うまっ。冷やし中華始めました。失礼いたしました。そろそろね、あの本番の撮影に行きたいと思います。今回のね、シリーズ、お酒のつまみに合う料理、第68952回、今回はですね、あのコンビーフを使った、野菜炒めを、紹介してねいきたいと思います。じゃあちょっとね、最近にちょっと酔ってるんですけどね、あの食材の紹介をしたいと思います。まずコンビーフのね、野菜炒めなんで、まずコンビーフ、これまあ必需品ですね。メーカーはね、まあ何でもいいんですけど、これおすすめです。あのスーパーにね、こういうのあったらね、見かけたらちょっとこれを買ってください。これがおすすめです、コンビーフね。あと必要なのがね、野菜のまあキャベツか玉ねぎ、どっちでもいいんです。どっち、あの片方ずつでもいいんですけどね、まあ欲張りな方はね、自分みたいにキャベツと玉ねぎ半々で、ね、使ってね、ちょっと一緒に炒めればもっとさらに美味しくなると思います。あと味付けにね、ちょっと塩と胡椒必要です。まあ最終的に一番最後にあの醤油をかけてね、あのいただくんですけど、あとね、やっぱこのニンニクのおろしのチューブ、このやっぱニンニクのね、まあ香りっていうのはもう料理の基本ですからね、これがないと始まんない。まあちょっと好きな人はね、多めに入れてください。まあ以上ですね。本当に食材はね、本当に単純でシンプルです。で、作り方もはっきり言ってもうシンプルすぎるんでね、どんな丸々でも、楽に、簡単に、つまみの料理が作れるっていう、まあちょっととっつきやすい料理ですね、今回は。それから今からやっていきます。で、まずキャベツなんですけどね、ちなみに今回作るのはもちろん一人で食べるんで、まあ一人分だとちょっと物足りないかなといつも思っちゃうんで、 1.5 人分ぐらいの量をね、ちょっと作ろうかなと思います。まずこうやってキャベツの衣をね外して、まあここちょっとカットしてもいいんですけどね、省いてもいいんですけど、ちょっとのんびり見ていただきたいんで、ちょっとここからもう何気に撮影をね、ちょっとやっていこうと思います。まあちょっとこのキャベツの半分の半分でいいです。もうこの後の玉ねぎもね加えるんで、だこれもね本当にお好みの切り方でいいです。うん、あとはもう適当にバラせばいいと、そんな感じで、こんな感じで、バラしましたら、次にですね、玉ねぎをこれもね、ちょっと1個分じゃ多いんで、あのこの玉ねぎ1個分の半分でいいですね。あの玉ねぎもね、人によっていろんな皮の剥き方ありますけど、自分はいつも長めこんな感じの剥き方ですね。で、半分、半分はまた別の料理に使います。これも本当に、もう適当に、くし切りっつうんだろう、何切りっつうんだろう、円錐切り、ちょっといや、ちょっと、ほんのちょっと酔ってますけど、多少のジョークは、目をつぶってください。よし、こんな感じで。OK。で、次のステップに行きます。次はね、コンビーフ。こいつをね、あのフライパンに入れて温める前に、まず電子レンジにね入れてね、ちょっとこのコンビーフの肉の内部中心からね、
全体に向けて、温める。そうすることによって、最終的に野菜炒めするときに、まんべんなく火が通るっていう、まあ、そういう寸法なんですね。で、ちなみにこのおすすめのね、商品はね、蓋開けるとね、ここに、もう電子レンジ対応となっております。500ワット約20秒から30秒。これ全部ね、剥いて、で、はい、ちょっと電子レンジに入れて、30秒。ちょっと部屋散らかってますけど、そこは気にしないで。漫画の森みたいになってる。今の世代の人はちょっと漫画の森ってさって知らないと思う。というわけでね、コンビーフ温まりました。そしてね、次のステップもね、野菜を炒めちゃいます。ちょっとフライパン温めてね、油を引いたら、まず玉ねぎから先に炒めます。ぶっちゃけ、キャベツより玉ねぎの方がね、ちょっと火が通りにくいんでね。ま、若干というか微妙ね。軽く、通します。あ、いい匂いだ。はい、でね、玉ねぎの色がね、ちょっと変わってしんなりしてきたら、ここで、キャベツを投入。ここは中火から強火でいきましょう。こんなね、不格好なね、キャベツでもいいんですよ。自分で食うんだから。男のね、酒のつまみなんてこんなもんで十分に、ちょうどです。家飲みはもう自由。はい、ここで、キャベツが結構のしんなりしてきたら、ちょっと塩コショウにします。自分は岩塩を使いますけど、まあ安い塩でもいいです。それ辺の食卓塩ね。最終的に醤油で味付けするんで。塩コショウやったら、ここで絶対、ポイントとなる、ニンニクおろしキューブ。これね、好きな人は多めに。これをガツンと効かせると、わぁ、出てこない。いや、全部使っちゃう。で、あとはこれを、先に野菜だけで味をつけちゃって、で、ここでいよいよ、コンビーフ投入です。これもスピード勝負となります。コンビーフは焦げ付けやすいんで、入れたらもう1分以内に仕留める。決着をつける。で、ここでフライパンをちょっと中火から弱火にする。で、ここで崩す。1分以内に。まあ、30秒くらいで崩し終わって、ちょっとこれ焦りどころですよ。焦らないで焦る。まあ、そこがポイントです。で、崩し終わったら、手早く、1分以内、他の野菜、キャベツと玉ねぎに絡める。もうそろそろ1分経ったかな。まあ、こんなもんで、完成。はい、というわけで完成です。お酒に合うおつまみ、こちら。コンビーフの野菜炒めですね。ちょっといい感じじゃないですか。今回もうまくできました。ぶっちゃけこの料理レシピは失敗知らずっていうかね、失敗のしようがない。本当に簡単な料理だと思います。で、美味しいからね、ちょっとこれを、これからお酒をね、用意して食おうかなと思います。簡単でしょ？いやいや、本当ね、このつまみ料理に合うお酒は、金宮のね、ホッピー以外にちょっと考えられません。もう地球上に存在する酒でね、ホッピー以外に考えられない。よし、じゃあちょっとジャストフィットしたところでコンビーフの野菜炒め
いただこうかな。あ、この玉ねぎとね、このキャベツのコンビネーション、これがいいんですよ。うん、わかる。このニンニクの香りが。まずは軽く塩コショウした味のみで。うん、うまいな。いただいて、ここで、でここで醤油をちょっとかける。かけすぎるとダメ。で、またさらに至福の時間へと。うん、うまいな。夜中の1時です